お疲れちゃんです、スラットです。今日はですね、こちらのロケット削りやっていきたいと思います。というわけで久々のね、まあロケ削り、スペル削りですね。でディガーも入ってなく、もう守ってロケットクエイクウッドだけでね削っていくというわけでやっていきたいと思います。さあ、というわけでやっていくんですけど、スペルをね先ほど計算しました。でロケットクエイクウッドで、まあ、僕のロケまだ13なので、3つ合わせて935ね削れます。ロケが簡素だと、まあ、ギリ1000いかないぐらいかな。はい、まあ削れるというわけで、まあ1000、残り1000でスペル1周なので、まあ残り2000ぐらいまで行ってしまえば、スペル圏内かなというわけでね、まあ2000行ったらもうスペル2周回そうぜっていうのを意識して、さあ、エリポーン、バカ美味しいね。エリポーン待って、久々に見たわ。久々に見たし、なんかクエイクもあるし、なんでもあるからね。さあ、とりあえず、テスラね、置いていこう。で、テスラ加砲されたんですけど、まあ、使えないことはないよねっていう。うん。さあ、これまあ、テスラ延命してあげてね。で、プリンスエリポンってことは、まあ、ゴレっぽくない？なんかゴレプリぐらいしか思いつかないですよね。いや、これ結構熱くね。なんか、なんだろうな。クエイクとロケ両方あるんで、そのエリポンにロケット打ったら、ゴレの光栄のね、マジロケットなくて守れないみたいな多分あると思うんですけど、エリポンにクエイクのゴレの光栄ロケができると最強まである。さあ、からのアチャクイね、強えんでね、アチャクイで防衛要因ではあるもののさあ、アチャクイで削れます。オッケーオッケー。でエリポンにはまあロケかクエイクね、はい、打っていきましょうと。でしかも来ました、2000圏内です。これはまあ僕のスペル2周プラスの、まあウッドぐらいで落ちるか落ちないか。まあ落ちねえな。ちょっと足りないぐらいか。まあでもこのファイスピとかで、ちょっとダメージ稼げると熱い。はい。あー、入んねえか。入んねえか。これ神ザップ来そうだな。パーンとか。いや、怖え。ちょっとだけ警戒しながらね。で、さすがにゴレだと思うんですよ、これ。で、スケドラかな。あー、早いですね。早いし高いですね。まあ、直で処理しながら、これ、アチャクイでも削れるのがちょっと強いかもしれないですね。うん。さあ、テスラ置いて、まあ、なんかユニット来たらね。で、これ、もうロケ打っていい気がすんな。よいしょ。さあ、これがね、強いです。で、本当はロケットここに打ったら、来るんですよ。エリポンがね。だけど、今回クエイクもあるんだね。よいしょ。で、しっかり、ファイスピ、あ、ファイスピちょっと下手だったな。1体にしか当たってないんですけど。さあ、ウッドとクエイクで削る。いや、これはマジで神相性来たかもしれん。で、あれはね、いやー、光栄ロケ打ち、いや、回すか、回るな。これ1周目のゴレにロケット打って、あの光栄をロケ打たないとさすがに止まんないっすね。いや、相手もそれを分かってのぶっぱでも、俺回転早いからな、意外と。さあ、ランバー先行で、真ん中タルババ来るんで、いや、だから、あれだな、ユニット追加が思ったより来ないんで、これロケット打たずに守ります。はい。いや、ロケで本当は守りたかったんですけどね。光栄が思ったより来なかったっていう。で、しっかりテスラぐらい置いて、怖いんでね。ライドラだけ怖いんでね。さあ、920。しかもなんだこれさ、アチャクイのスキルが溜まるっていう。アチャクイ2周。あ、待って来ました。935だったと思うので、これも相手、諦めのアチャクイステッスね。いやー、止めてくるんか。クエイクロケウッドで落ちます。ふぅー。いやー、これがね、気持ちいいのよ。磨いていきましょう。ナイス。いや、いいね。920スペル圏内。さあ、というわけでね、さっきみたいなね、なんかスペルでも最後一気に削れるんですけど、なんかそれまでの段階で、こう、アチャクイがね、ちょっと入ったりとか、ファイスピがねちょっと削ってくれたりとか、まあそういうのがあると、まあすげえ楽ですね、削るのに。てか、まあなんならそこでも削れるから、削りの部分では心配はないですね。なんで、あとはもう守れるかどうかですね。はい、なんかすんげえごっちいガチがつきちゃったんですけど、そう、問題は守れるかどうか。うん、どうしようかな、これ。圧着いいからのテスラかな。ライトニングとし、早くできるだけアチャクイで削りたい。あー、さあ、ライトニング打ってくれたんで、さあ、テスラですね。オッケー。しかも、これ、バルキリが、いや、入ってんじゃね？いや、でけえ。この釜、マジででけえ。
さあ、しかもアイビズは僕からしたら結構腐ってくれるんで、なんかこれがねベビドレとかメグゴとかだとちょっとめんどくさいですけど、アイビズはねマジで美味しいですね。さあ今回墓石エレジャイというわけで、まあ環境とりあえず強いやつですね。まあ環境ライト環境なんでね、もうガチで今もうライトニングしかいないですね本当に。まあそれはちょっと嘘まであるけど、まあライトが昔よりは完全に増えましたね。ライトニング腐るデッキってなんだろうな、結構むずいっすよね。ザッピーとか、うん。さあエレジャイ来る。これ今相手何のデッキなんだお前ってなってるんですけど、何のデッキなんだろうって考えてる間にあなたはタワー1個失います。さあまあこれアチャケのスキル使う、だから早めにライトニング取れるとめんどくさいっすよね。よいしょ。いやまあこれライト打たれても結局止まります。でベビがバルキリー殴ってからのこのスケですね。やべ、このファイスピショット下手だと。逆のタワーに、あ逆のタワー今殴ってほしかった。ちょっと突進しないで。いやーめっちゃもったいない5個数なんですけど、まあまあしゃあなしか。プリンスがちょっと今めんどくさかったですね。まあでもこれ耐えれると思うんだよな。ロケ打ちます次。うん、ベビドレいきます。オッケー。でロケで結構削れるねエレジャイ。さあ相手もこれはにっこりと、えい削ってきます。でエレジャイこれ回る、いや回んねえよなさすがに。削っていくよ。マジ削りのプロだからねこのデッキは、削りに関しては。でさあ着位出して右側でねこうちょっと攻めにつなげていきたい。着位ね、いやーこの着位無視できないですからね相手。でまあ墓石がワンチャン来る読みの、てかトレンドで下げるか一旦どっちだろう。いやー全てを失うプリンスですねそれ、でかすぎる。あーこれでもライト綺麗に打たれるかな、そんなコストはねえか。テスラ MM してあげて、これなんならもう端マー直位でもいいし、ロケットピューンでもいいですね。さあいやーわかんねえこれ、今6アドですよ、6アド上げてるって考えたらやばいよね。いやー相手ケツからねしっかり落ち着いてね。じゃあ俺も一旦落ち着くためのウッドします。うん、一旦落ち着いてね。さあテスラ置いて、これ1周目なんで最後これ壊されてもいいです。次の2周目ですね。でまあさすがにこれはライトニングってくれるよね。あれはテスラ早くね。さあまさかの引っ込んだまま、まあ芝みたいなのがあるっすね今ライト。で問題はこのプリンスの受けっすね僕は。おい相手のね、これなんかまた絶妙に芝取れねえじゃないね。あーしかもこれ皆さん来ました、スペル2周圏内です。あっちゃくんが一応使っとくか、暇なんでね。これでなんかたまたますげえ入ってくれたら、いや入りすぎ入りすぎ、俺がさっきまでさ頑張って頑張って頑張って削ったあの右サイドは何だったのって。これさ間に合わねえかな、いや俺間に合う気がした、これ天才じゃない間に合ったら。いや間に合うよねオッケー。さあのんきに攻めてる場合じゃないんですよ相手。いやもう2000いくとスペル圏内なんで、ぶっぱで回しましょう。ナイス。いやマジで最後のあの削りは気持ちいいですね。ちょっと不安ですけどね、あれ間に合うのかっていう。まあ935なので、よいしょ。まあほんと2000、1900、1800ぐらいいくともう俺のターンよね。でケツからね、まあさすがに1700ぐらいあると相手もいやまだね後ろから形組めるなってなるんですけど、組んだら終わり。さああれロケット打ちますね。ロイジェイはねロケ打った方がいいですね、ロケデッキなら。もうこれで結構削れるんでね、3分の1ぐらいロイ行かれるんで、いや、ね、やべえな。なんかロケット使ってるとさ相手めっちゃめっちゃホレインしてくる。なんだこれは何警戒だ今の謎の、いやめっちゃ警戒しとるじゃん何警戒だ本当に。さあまあここはファイスピーとスケで、いやいいですね完封。いやこれ売っているか、ニョキッと。さあ今回相手はロイジャイファイボの、まあ他が分かんないですね、圧着になるか。おお。さあケツからね、ケツからじゃねえわ端前ね。これでもさ一発ぐらいで抑えれたら熱い。あー2発入っちゃうか、まあ、2発だと結構痛いな。圧着ウッドでもよかったやんっていう、うん、圧着ウッドの方がなんならよかったかもしれん。さあこれ回るよ、しかも
いや髪、あーちょっと今のはさ、今の疑惑じゃない？透明になってたんだけどな。さあまあまあまあ、クエクって一旦落ち着こうや。ちょっとダメージ差がさ狭まってくるとちょっとずつこう怖くなってくるんだね。一旦ね、落ち着きの。さあテスラ使っちゃおう。よいしょ。でまあファイボだったんで結構テスラゲーはできそう。いやそのファイボはね、相手必死なんですよ。やべえダメージ追いつけてって。まあここで普通に始まりロイ来るっすよね。そうっすよね。でこれ圧着のスキルとウッドでね結構抑えれると思うんですよ。やべいて、このロイがやべ、普通にやべ。さてはこれワンチャンさ左サイドつつある、際どいか。いやーロイさてはやばくなってきたっすね。いやめっちゃいいファイブ来ちゃった。いやこれ入れれないっすね。いやメガゴ回収されるっすね。うん、いやーでも端前圧着もあるしな。ダメージでも全然、いやこれ削ってきます。当たってるんだね。うん、テスラ置いて、いや一回これケツね、ケツのタイプね。さあまあしっかり合わせていこう。圧着衣のね使い道がちょっとむずいね。攻めでも使いたいんだけど結局そんな刺さんねえよなとか思いながら。うわやべ、これやべ、うわめっちゃいいトリトン来た、まあ、トリトンだけやってもらって。いやお待って、めっちゃいい、なんならめっちゃいい、めっちゃいい、待って待って、やばい、めっちゃいいとか言ってたらあのさもう見て見る見るのでさ、やばい、これ始まるよ来る。うん、やばいやばい、ちょっと流れがやばい、流れやばい。紙トリトンされた。え、待って待って、それおかしくないだから、なんでそっち引っ張ってんだろ。やばい、さすがに耐えるよね。いや待って、怖い怖い、ダメージがね追いつかれてきた。いやでもまだ勝てると思ってるからね。さあまあこっち起用できるんだけど、だってロケもあるんだよ俺。一旦ね、一旦ダメージさ縮めてもらって、さあ始まっちゃくして、これファイボでねあちくいって結構いかれるんで、ちょっと早めにスキル使って、さあテスラちょっと早めに置いて2周目くるんだね。やっぱさあファイブウッドで処理してくる。処理されてない。さあクエイクロケも打っていきます。コンダックプリ鬼の強します。ガチの鬼強。守ればいいだけなんでね。ロケクエ落ちる、ある、落ちねえか、落ちるんかい。いやーちょっと怖かったですね。で僕はね雑にテスラ咲いてたからかな、ロイのねパンチがめっちゃ入ってたのがね、あれが危なかったですけど、セーフ。せーよろしく、よろしく。立ち回りが分かりませんね今になってきて。どうしようかな、ウッドファイスピ、相手に動いてほしいよな。まあでも動いてくれなかったらウッドファイスピスケクエイク、ハシマイ、アチャクイを無限にできるっちゃ無限にできるんで、悪くはないんですけど、さ、ベビドラってことはまあ、重量級かスケラかぐらいかな。いやベビドラもちょっと先に強いがんな、とりあえず。いろんなデッキに入ってやがる。さ、アチャクイ。今回このデッキあれだな。大きな弱点見つけたっすね。アチャクイの受けがないっすね、ちょっと。うん。これハシマイ手伝いやっちゃえばよかったな、ちょっと。さ。まあまあまあ。あー、オッケー。さあ、ロケット強いけど、ダークプリベビアチャクイはなんだ？エリジェイか？まあ、エリジェイかゴレか、ワンチャンのチェーンスケラー。まあ、基本的に大型っすよね、まあ。ぶっぱ系のイメージがある。いや、でも、タルー、わかんねえな。ゴレ、エリジェイ、チェーンスケラー。どれでも変わんねえ。これさ、押し込んだらさ、バルキリーのカツンワンチャン入んねえかな。いや、マジ、結局変わんねえんだよな、これ。エリジェイ、ゴレ、チェーンスケラー。どれだ？いやー俺が嫌なのは、まあ、ゴレかな。ゴレチンはちょっとね、防衛大変なんだね、やっぱ。エレチンでしたね。さあ、エレジャイ。まあ、エレジャイの方がね、守りやすいな、ゴレより。で、スケラースケラでやっぱ嫌だったんで、まあ、そう考えると一番の当たりを引いたかもしれない。
うん、まあ、これ延命してあげたいよね。で、まあ、ライトニング多分来るんだよ、普通。普通来るんで、あちゃくいの構え。あれ来ねえな。さあ、来ないんで、ファイスベイちょっと削りに行っちゃいます。うん。さあ、で、あちゃくい。ここにライトニングか？ああ。なんか、おしゃれですね、相手の攻め方。その、ね、エレジャイはおとりで、本命はこのアチャクイなんだぜっていうのが今分かりましたね。あの、さあ、トルネで下げる？いや、これ爆入るよ。あ、スペル圏内来た。これスペル圏内ですよ、俺の。で、これ高いとアチャクイで射抜かれるのが分かったんで、さっきより低めにしていきます。で、延命します。まあ、ライト打たれるかもだけどね。まあ、ライト打たれたんで、アチャクイ出します。で、これアチャクイトルネで座れるんで、まあ、もう一回テスラ出します。で、こうすると、2周目が来ますね。いや、これ上手いっすね、相手。いや、でも、これは来ない。さあ、まあ、バルキリーね、さよならしてあげて、ちょっと、うっとうずしながら。オーケー。ライトニング打ったんだよね。じゃあ俺代わりにロケット出して。これでトントンでしょ。さあ、759です。ケツエレジャイはしてこないですね。でもこれさ、回してワンチャン間に合わん俺。いや、間に合うっすよね。いや、回転バカ早いわ、マジでこれ。上がった。ロケクエイクの、スケファイスピーウッド。ロケクエイクスケファイスピーウッドだからね。いや、これ神相性かもしれないね、さては。ナイス。はい、というわけで今日のこのロケクエイクの、まあ、スペル削りやったんですけどね。まあ、守るのめっちゃ大変なんですけどね。ラストのスペル圏内入ればね、鬼気持ちいいのでね。皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。